島徳蔵党、徳蔵4月20日から1938年11月3日は日本の実業家、相場氏。日本起発油会長、属籍は大阪府平民、北浜の解決、北浜の島徳などと呼ばれた。米国省、島徳次郎の長男として大阪で生まれた。学問を深くは収めず、学校はいい加減のところで切り上げた。 株式取引所仲買人となり、父の下で仲買の修行を積んだ。青年時代から出す紐の前掛けをかけて、株式店頭に二階三槍の手を振った。1900年、今村聖之助を相手に、関西鉄道の買い占め線をやった。1903年、独立して仲買店を開業した。日露戦争激起で距離を博した。工業を営む。 銅山経営を開始して一時は、鉱山市となり、後年これを、九原家に譲渡し、しばらくは、余害の身となり悠々自適、機械の到来を待った。1916年、大阪株式取引処理事長に就任した。同年家督を相続した。1927年、阪神電鉄社長就任。日本気発油会長、報告家再保険。 阪神電気鉄道、広漁業,業各社長、上海取引所所長、大阪株式取引所、天津取引所、観光取引所各理事長、日本新宅銀行、報告火災保険、朝鮮タバコ、大阪電灯、関西新宅、文字畜工、大道電力、朝鮮森林鉄道、大阪北港、大道肥料、天津新宅、朝鮮電気工業、 阪神国道電機、奈良電機鉄道閣、取締役、大阪電灯、大阪城島土地、日本郵船、中央系と防易閣監査役等を務めた。しかし、世界恐慌の煽りで、関係企業が経営不振に瀕すると、その乱脈ぶりが追求されることになる。大株の取引処方違反事件に連座したのをはじめ、1933年には、ウルジオ事件。 翌1934年には愛国貯金銀行破産に伴う公金200万円配任横領権威で各々刑事訴追された。1937年4月に愛国貯金銀行事件で懲役5年の判決を受けて控訴審を争う最中に病没。世間の人は島を機敏な男、知略獣王の妻子、作死とみなしていた。島は 大阪有数の資産家として知られていた。島の財産は全く遠い時代に作り上げたもので親譲りではなかった。父親の財産は当てにしなかった。しかしその財産は減少の一途をたどっていった。1934年には自らの所蔵品を大阪美術クラブで競売した。住所は大阪市東区高来橋、同市西区江戸堀北2。 大株の権威を天下に失墜せしめ、哀れ創設者五代、ともわず、中高の祖、磯の小右衛門等の顔を丸つぶれにした大罪、許すべからず。富士山十二著、大阪財閥論島の特望は薄く、国評する者は、横島などとさえ呼んでいた。島の交換における評判は、清書を半ばしていた。島屋はもともと、大和国の出身で、 大阪東屋の初代は1792年に亡くなった島里恵門である。父、徳次郎は中年までは、同時まで米の中街を営み、一時兵庫の米国中街人に転じた。磯野小衛門の勧めで株式の世界へ進出した。1893年、大株中街一組合委員に当選。株式市場で成功した。1916年2月に死去。 電信柱にまでお辞儀をして、お辞儀の徳さん、ふっつの徳さんと言われた。ありがとうございます。